皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。嵐の松本潤40が主演を務めた NHK 大河ドラマ、どうする家康の最終回が12月17日に放送され、平均世帯視聴率12.3%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区を記録したことが明らかになった。 全48話の期間平均は11.2%。前作、鎌倉殿の13人の12.7%を1.5ポイント下回り、大川は歴代ワースト2位に沈んだ。どうする家康の世帯視聴率は一桁台を記録することもあり、スタートからずっと苦戦が続いていた。さらに10月12日発売の 週刊文春、文芸春秋が、収録が押してしまった際に松本画女監督に、殺すぞ。と暴言を吐いたり、前室の丸椅子を蹴り上げたり、共演者のセリフを横取りして現場で、セリフ泥棒のあだ名がついたりと、横暴なパワハラ的行為をしていたとも報じ、ドラマにケチがついてしまった。同じ嵐の二宮和成さん、 40、中谷美希さん、47、大沢隆夫さん、55、によるトリプル主演の月9ドラマ、ワンデーエーセイヤの空騒ぎ、フジテレビ系、も視聴率が全く取れていません。18日に最終回を迎えますが、状況は最悪ですね。制作会社関係者。現在、 テレビ各局は13から49歳のコア視聴率を重視しているが、最終回前の12月11日の第10話のコア視聴率は1.9%だったという。ずっとコア1%台が続いています。月9では考えられない数字ですね。二宮さんの本格的なアクションシーンは好評な一方で、シナリオ演出の評判があまりにも良くない。 このままでは全クールに放送されていた、真夏のシンデレラ、フジテレビ系以下の月9ワーストという不名誉な記録を出してしまう可能性もあります。全道森七、22とマミヤ・ショタ・アキラ、30のダブル主演作、真夏のシンデレラは、全話、11話、平均世帯視聴率5.7%で、 月9の歴代ワースト記録を更新してしまった。しかし、真夏のシンデレラの平均世帯視聴率を現在のワンデーと同じ1話10話だけで計算すると平均5.53%。対するワンデーは現時点で10話分の平均世帯視聴率が5.33%。最終回で良い数字を残さなければワンデー はワースト記録を更新してしまうのだ。真夏のシンデレラは世帯視聴率こそ、爆死したものの、コア視聴率は3%台をとっており、そこまでひどくはなかったんです。ところが、ワンデーはコア視聴率も悪い。嵐の活動休止から間もなく丸3年、どうする家康も、ワンデーも視聴率が振るわず、はっきり言って、 大爆死。嵐ブランドに陰りが出てきたとも言えるのかもしれません。来年1月クールスタートの桜井翔さん41の主演ドラマもどうなるか全出の制作会社関係者。今年1月クールに日本テレビ系土曜ドラマ枠22時で放送された桜井主演のドラマ大病院選挙の続編。 X 選挙、正式タイトルは後日解禁。が、2024年1月クールにスタートする。大病院選挙、は、桜井演じる、嘘だろ。が口癖の刑事、武蔵三郎が謎の武装集団に選挙された総合病院で戦うタイムリミットバトルサスペンス作品。謎が謎を呼ぶシナリオの面白さに加え、 少々雑な演出や微妙なアクションなどが突っ込みどころ満載のドラマとして SNS で大バズりし、高視聴率を記録。コア視聴率は同クールの連続ドラマでトップクラスの高成績となった。正面から楽しむドラマというよりは X、Twitter、で突っ込みを入れながら見る、ネタドラマ、として最初は好評を博しましたよね。しかし、 一度見ると雑なところはありながらも面白いとなり最終的にはかなり良い数字を残しました。X 選挙は空港を舞台にしたドラマになると言います。エキストラの募集も空港での撮影とあったこともあり新空港選挙になるのではないかと言われていますね。ただ桜井さんといえば MC を務める 1>, 1億3000万人の小チャンネルが来年3月に打ち切りになると報じられているほか、ジャニー北川氏、去年87の加害問題を受け、ニュースゼロ、もに日本テレビ系から降板するのではないかとも囁かれている。X 選挙は絶対に負けられない作品になるはずです。松本、二宮の主演ドラマに続き、 桜井の X 選挙まで爆死してしまったら、いよいよ嵐ブランドは効力を失うことになりかねないだろう。そして、さらにマイナスの話もあるようだ。前出の制作会社関係者は言う。今クールに同枠で放送されているセクシーゾーンの菊池風馬さん、28が主演を務めるドラマ、税調、払えない、にはわけがある。 日本テレビ系も視聴率が良くないんです。12月16日は世帯4.6%個人2.5%コは1.8%となかなか厳しいものでしたからね。つまり現在土曜ドラマ枠には視聴者がついているような状態ではないということです。X 選挙も前作の大病院選挙のように SNS で大盛り上がるするなど大きな動きがないとなかなか視聴率にはつながってこないでしょうし、続編だけに前回ほどの盛り上がりは見せずに進んでしまい、結果的に厳しい数字に終わってしまう展開も十分にあるでしょうね。松本さん、二宮さんに続き、桜井さんの X 選挙も低迷し3連敗を喫したら、嵐ブランド、 わちに落ちたということになりそうですよね、全道。嵐ブランドの回復にはグループの再稼働しかない。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。